はい、どうもコミです。さて本日はこちらつむぎ組さんからお届けしていきたいというふうに思います。本日はタンホール1213のペッカスパビズに関して見ていこうと思うんですけども、早速ですね、終わったばかりの NDL と呼ばれているですね、世界レベルの大会の、リプレイを拾いながら、話をしていきたいというふうに思います。で、今回ね、ちょっと残念ながら負けたんですが、はい、でもすごいですね、パーフェクトを取ってきている。この NDL っていう大会、タンホール12から今14まで、いるんですけども、それぞれ隠した攻撃、要するにディップっていうのができない大会になってまして、それの中で戦っているので、下の方が埋まってないなっていうケースもあったりするんですね。そういうそのミックスプランとしてのこう強さっていうのを本当に競い合う、リーグになっているんですけども、で、本日のそのペッカスパビズ、合計ですね、タンホール13が2本、12が1本と、いう割合で見ていこうと思ってまして、まず13からいきたいと思います。まあ、こんな感じでですね、私のチャンネル、プラン対戦のアタックの解説中心にやっております。結構細かいところまでこうお話をしていくチャンネルになってますので、ぜひ最後までご覧いただきましていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで1本目、まず宇治さんですね。宇治抹茶さんのサブアカウント、抹茶さんですね。はい。で、このね、抹茶さんのね、得意戦術の一つがこの中華式で、これちょっと早速止めて申し訳ないんですけども、この突撃艦の位置って実は4つ意味があるんですよ。これ何か分かりますかね。1つは、ロイヤルチャンピオンを倒す。2つ目、投石機を倒す。3つ目、援軍を釣り出す。4つ目、この区画をカットするっていう、この4つの意味を込めたこの突撃艦イエティなんですね。見ていきましょう。ここでレイジをかけながら落としていって、ロイヤルチャンピオンレイジイエティが倒していきながら、さらに投石機クロスボウをミニイエティが壊していく。で、ここが綺麗にこう破壊されているのがわかりますよね。なので、アーチャークイーン、出したアーチャークイーンが確実に九死方面に歩いていけるような、そういうルート作りもできているわけなんですね。これ、やっぱね、こういう一個一個のその入り方ですよね。ポンコツのボンクラでライヒさんが入りで飯食ってるって言いましたけど、本当に入り大事なんですね。どこにどういう形で序盤入っていくかによって、そこでのアドバンテージが、すごい取れるか取れないか、最後まで影響してくるっていうか、まあ、これは12、13だけではなく、当然14、それ以外のタウンホール帯でも言えるんですけども、序盤の入りっていうのは、テスラ、罠っていうものがあるので、100% 確実ではないにせよ、中盤から終盤にかけてユニットがどこにどう動いて集まっているかっていう、そこを読むよりは、やっぱりやりやすいんですよね。なんで、そのもう、なんていうのかな、より確実性の高い序盤の部分で、どれだけ、アドバンテージの取れる入り方ができるかっていうところがめっちゃ重要で、いや、ここよね。しっかりと2発目のレイジも使ってアーチャークイーンの体力温存しながらグランドウォーデン、オデヒーでアーチャーク、オデヒーではないですね。アーチャークイーンの後ろにつけることによって、クイヒーパートの、カット、進行を早めていくんですね。これによって時間切れを、防いでいく。それができているからこそ、アーチャークイーンがこれだけ長い区画をクイヒーの状態で歩いてきながらも、ある程度時間に余裕を持った攻め方ができているということなんですね。で、まずトームに関しては、ね、きっちりとタウンホールの爆破ダメージに合わせていくことが大事ですね。次にタウンホール13、12、それぞれタウンホールの爆破ダメージでユニットが1000ダメージを受けてしまいますので、この1000ってめちゃくちゃ大事なんですね。なので、そこでユニットがやられないようにちゃんとトームで守っていく。それができているから、ここにまだスーパーウィザードが2体生き残っているわけですね。こいつらが、中心部分からの破壊、さらには外周部分の掃除、全部役目を果たしてくれるというところで、より時間切れのリスクを、ね、削ることができるということですね。非常にこの藤井抹茶さんのアタックが、すごかったので、もう一回ちょっとね、見ていきながら、細かい点をお話をしていけたらというふうに思います。で、まずですね、この中華式と呼ばれる鉄板のパターン、クイヒーパートで持っていくんですけども、突撃艦イエティで相手の区画を破壊しながら援軍を釣り出す。で、援軍を壁際でアチャクイ、クイヒーの形で処理するんですね、これが。
処理していくわけですね。でそこから、ペッカとスパビズが、アーチャークイーンに合流していき、今度ヒーラーがペッカに移ることによってペカヒーの状態を作っていく。もう後ろからアーチャークイーン、スーパーウィザードが、遠距離攻撃で殴りを入れていくっていう、まあ、そんなね、コンビネーションで成り立っている戦術なんですけども、まずアーチャークイーン、これ非常にいいですね。ポイズンの効果範囲内にスーパーガーゴイルをしっかり入れた状態で処理していく。で、ホーミング確認用の、バルーンもこんな感じで入れていきますね。で、アーチャークイーンは、ね、ここしっかりと、グランドウォーゼンイーグル砲の方に向かっていきながら、これワンチャンこっちのね、呪文工場に行くリスクもあったんですけども、これは、行かないと読んでたのか、もしかしたら、結構低確率で行っちゃう可能性があったかもしれないけど、まあ、そこのリスクを覚悟で行ったのか、ちょっとそこは正直僕にも分かんないですね。で、スーパーボールブレーカー、ここの部分の壁が、開いている、かつ、こっちにもね、なんていうのかな、開いているので、一番近くの施設がある、壁の中に、ウォールブレーカーつくと。ということで、ね、しっかりと、ね、狙った壁に開けていきましたね、穴。で、さらにここ、90度の角度をつけた部分から、ペッカ、スパビズを投入していくんですけども、その時にも、これね、ちゃんと、今、このシングルインフェルノに、フリーズを打っていきましたよね。ペッカ1体ぐらい、まあいいやと思って、このまま押し切っちゃう方も多いと思うんですけども、このペッカ1体でもやっぱ25枠あるわけですよね。ここしっかりと無駄死にさせないように、守っていくっていうのがまずうまいなって思うところ。で、このロイヤルチャンピオンも、ここはもう完全にアドリブになってると思うんですけども、ジャンプのかけ方からして、アーチャークイーンこっちに歩かせていこうと思ったと思うんですね。で、マルチインフェルノを殴らせようと思ったはずなんですけども、タウンホール側に圧着を恐れちゃったので、そのリカバリーとしてロイヤルチャンピオンを、裏側というかな、後ろ側から投入していったという感じですね。まあ、結果的にアーチャークイーン壁の中にこう、マルチインフェルノの壁の中に戻りましたけども、このロイちゃんがいなかったらおそらくアーチャークイーン、さっきの、マルチインフェルノのところでやられちゃったんじゃないのかなというふうに思います。はい。いや、すんごいですね。ジャンプの呪文1枚でここまでやれんのかっていうのが、やっぱりちょっと思うところで、特にタウンホール13の配置って今こう壁にね、こう隙間がやっぱこう空いてる配置まだまだ多いんですよね。で、こういう隙間をペッカとかスパビズが、行き止まることなく進むことができるので、中心部分に打つジャンプが1枚で済むような場合っていうのは、残った枠を今回の、このウジさんみたいに、レイジンに当てることができる。そうすると、クイヒの延命もできるし、ペッカスパビズの進行も速くなり、かつユニットもやられない、スピーディーな攻めが展開できるということで、狙った配置に、まさにこの刺さる戦術、の選択だったんじゃないのかなっていうふうに思います。すごいですね。さて、次行ってみましょう。で、もう一本はですね、こちらですね。おばちゃんさんの攻め見ていこうというふうに思うんですけども、これね、グランドオーデンのオデヒーから展開していきます。オデヒーで投石機を狙っていく。で、この集荷式っていうパターン、まあ、ちょっとこれ邪道なのかもしれないですね。知ってる人に言うと、それ集荷じゃないよって言われちゃうかもしれないですけども、オデヒーから展開するパターンもあります。で、このオデヒーから展開するペッカスパビズの場合、やっぱりオデヒーパートでどれだけ大きなアドバンテージが取れるかっていうことなんですね。で、そのアドバンテージは何かっていうと、投石タウンホールイーグルです。この辺が折れると結構でかい。で、最低でもマルチインフェルノやシングルインフェルノは折っていきたいんですけども、シングルインフェルノの場合やっぱね、グランドウォーデンの部分のパートでフリーズ1枚とか呪文使わざるを得なくなっちゃうんで、ちょっとそれきついですね。で、グランドウォーデンゆっくり展開していく中でも、こういうね、カット序盤できるところっていうのはこうやっていってるっていうところがうまいですね。これをしておくことによっての、後のパートで、なんていうのかな、ユニットがスムーズに進行するような形っていうところですね。で、レイジ状態で投石機を殴っていきます。このレイジっていうのは、時間を巻く意味もあるし、グランドオーデンの体力を回復させるっていう意味もあります。で、ここでクイヒーにスイッチですね。さらに、ここからオデヒー、ペカヒーにスイッチしていきたいというところになるんですけども、ね、これちょっとね、ミスをしちゃったんじゃないかなと思います。この七側のカットがね、少し遅かったので、ペッカが2体ぐらい腰流れちゃったんですね。これおそらく予想外。で、ババキンだけ外側に流すつもりだったんだと思うんですけども、その後のね、このウッドランチャーを後ろからタウンホール方面に殴り入れていきながら、
それに追従するような形でペッカスパビズを、打ち込んでいくっていうパターンはパターンホール14でもよく使われるし、まあ、12、13でも、このねグランドウォーデンのオデヒーパートから始まる、ペッカスパビズにおいては結構使われるパターンなんじゃないかなっていうふうに思います。でこのパターンで行くときに、やっぱり中心部にペッカがたくさん入ってるっていうのが、一つ重要なポイントになるんですが、今回1体しか入ってないんですね。なんですけども、これね、うまいのが、瞬時にロイヤルチャンピオンを、ペッカと、ババキンがいる方に投入していくことによって、こいつらを盾にしてロイちゃんがぐんぐん伸びるんですね。で中心部分に関しては残った1体のペッカにヒーラーがつき、かつペッカが落ちた後でも、クイヒーの形に切り替わるので、アーチャークイーンがずっと延命されてるんですね。このままで最終盤までクイヒーの形でアーチャークイーンが攻め切ることができると。このスーパーウォールブレイカー時短ですね。うまいですね。なんでジャンプの呪文もね、なんと1枚残っちゃってるんですね。これおそらくここの壁を開けきれないリスクを考えてジャンプ持ってったんだと思うんですけども、ここまでしっかりとウッドランチャーで開けきることができたので、このジャンプは使わずに済んでしまった。でこれだけペッカーが逸れても、ジャンプの呪文とクイヒーの、クロークを残した状態で全開まで持っていけるっていう、このスペックの高さがやっぱりこの中華式ペッカスパビスの、なんか強さのゆえんかなというふうに思います。で14でもこれ通用するパターンの攻め方になってくるので、それを13にこう応用していく場合、まあ、当然ながら強いですよね。ペッカのレベル と、スーパーウィーザーのレベルっていうのはこれ変わらないんですね。あの13も14も。なのでその強さそのまま、ね、13に落とし込めるっていう意味で、もうペッカスパビズっていうこの戦術は中華式のパターンであるにせよないにせよ、タンホール13のもう主力の陸編成戦術になっていることは間違いないかなっていうふうに思います。いやーすごいですね。これだけ綺麗に決まったら気持ちいいだろうなというふうに思うんですけども、で次見ていただきたいのがこれ、クリスタルゴリラ、これシチョさんかなのアカウントですね。で間違えました、これじゃないな、すいません、ちょっとお待ちください、失礼しました。16番を見たことごめんなさい、シチョさんちょっとね変な風に出ちゃって申し訳なかったはい、これですね、ユンユンさんのアタックですね。で、今回ペッカスパビズのペッカの部分をスパジャイにしてんの分かりますかね、これこんな形 でこのスパジャイにする意味っていうのも、あって、これはペッカスパビズに慣れている方が多分僕はやった方がいいんじゃないかなって思う使い方なんですけど、慣れてない方がこれやると少し混乱というかね、うまくいかなくなることもあるんじゃないかなっていう。今回はど真ん中にライトニングを打っていって、ここねごっそりくり抜いていくんですよね。ここ、クロスボウと、イーグル砲をくり抜いていきます。で中心部分に穴を開けて、それをこうぐるーんと回していくっていう、まあ、そんなイメージの戦術になるんですが、戦術というか、まあ、戦略っていうのかな、なんですけども、こういう形もやっぱりライトニングのアドバンテージが取れる場合で、さらに重要なのはライトニングで削った部分からグランドオーデンのオデヒーパートまでこう一直線に削りが入ることによって、ユニットがこっち方面にそれない、まっすぐちゃんと進んでいくっていうね、ことができる、そういう形が作れるのがまた大きいですね。で当然ライトニングパートにおけるアドバンテージがどれだけ大きく取れるかっていうところも、こういうライトニングを使ったパターンをやるかどうかの大きな選択肢の、その意思決定ポイントになる。でそこから、ね、スパジャイを使った理由はもう一個あって、これ壁をね殴り開けにはいかんのですね。ジャンプの呪文を入れる余裕がほぼほぼなかったんで、ここをスパジャイでもう殴り開けてほしかったということで、殴り開けましたね、スパジャイ。スーパージャイアントって、盾としての体力の部分もすごく優秀なユニットなんですけども、一方で壁に対するそのパンチの割合増加っていうアビリティも持ってるので、これを使って壁を殴り開けていって、ジャンプの呪文を節約しましたね。で、さらに奥側に入っていきながら、アーチャークイーン、ここでクイヒーにまたヒーラーがスイッチしていって、中心部分はクイヒー、さらに外周部分は、投下兵舎プラス、ペッカ、バーバリアンキングが、進んでいくという感じですね。で、中と外からの波状攻撃で潰していくんですけども、このロイヤルチャンピオンはね、うまいなと思いました。こっちからね、結構投げるの、勇気がいると思うんですけどね。まあ、おそらくここ、序盤のプランニングの段階で考えていたんだと思います。なんで、まあ、ジャイアント1体、ロイちゃんの前に出して、こう、縦にしましたね。で、そうすることによって、この、マルチインフェルノゾーンをロイヤルチャンピオンが、無傷の状態で、こう、突破することができた。
ということで、もう早速回収に入っていきます。ここのねマルチまでこうユニットを歩かせていこうと思うと結構辛いので、ロイヤルチャンピオンをピンポイントで当てることによってここを破壊していくことによって、こんな感じですね。全体見ていくと、ここをライトニングで、こっちを、ロイヤルチャンピオンで、ここをグランドウォーデン、こっちを、テッカスパルでこう削っていきながら、外周にかけてはキングで歩かせていく、まあ、そんな感じですね。で最終試着地点がここになってくる、ね、いやプランニングがやっぱねこれ少し慣れないうちは何でどこをどうやろうかっていうところ迷うかもしれないんですけども、慣れてくるとおそらくパターンにはめることができる戦術なんじゃないのかなっていう気がします。ぜひね、スペイコンでいってほしいと思うんですが、最後、タウンホール12のパターンも見ていきたいと思います。ほとんどね、今まで話をしてきた内容と変わらないんですけども、タウンホール12も、まあ13もそうなんですが、特にこの12で顕著なのが、タウンホールへのアプローチ方法なんですね。これ14と大きく違うところで、まあそこちょっと注目してほしいんですけども、序盤はライトニングクエイクですね。で、相手の防衛を壊していってから、アーシャークイーン、クイヒー殿下ですね。ここはお出火で行っても良かったような気がしますけど、どうなんでしょうね。クイーンを入れていくことによって、まあ、1個メリットは、グランドオーデンのお出火にしちゃうと、ヒーラーがペッカにスイッチちょっとしにくいんですね、多少。クイヒーの方がペッカにこう近いところまでこう歩みを進めていくので、ヒーラーとのペッカの距離も縮まることによって、で、ペッカにスイッチしやすくなるっていう、まあ、利点はありますよね。ただまあワンチャンこう逆方向に逸れちゃうっていうリスクもあるんで、そこはリスクと利点のトレードオフどう取るかというところになってくるんですけども、クイヒの裏からこうペッカスパビーズを展開していくというところですね。アイスゴーレムにね、これヒーラーが一瞬ついたのは少し予想外だったと思うんですが、ここ相手のタウンホールにもろ、ペッカとスパビーズを当てていくんですが、これができるんですね。タウンホール14でこれやってしまうと、タウンホールの爆破の後発生する毒ガス、まあ、要するにポイズンですね、こいつの上にスパビズが乗っかってしまって、でダメージ減少を食らってそのままスパビズが全滅するっていうケースがあるんですが、13だったり12においてはダメージっていうのは爆破のその一瞬さえ回避してしまえばあと食らわないので、フォームを当てることによってその後もペッカスパビズが生きるということですね。ちょっとここのマルチインフェルノだったらに焼かれてスパビズはやられてしまったんですけども、最終盤までペッカがこう生き残っているというのは、今の爆破ダメージをトームの状態で回避できた、さらにその後ヒーラーがついてペッカの体力を回復してくれて、ペッカがモリモリ仕事ができたというところが大きいですね。ここ今ちょっと見失ったんですけどね、トーム確か爆破に合わせたと思うんですけども、まあ、仮に合わせなくてもペッカだけであれば、爆破ダメージは別に回避する必要なく耐え切れちゃいますんでね、そのまま押し切ることもできちゃうかもしれません、まあ、そういった意味で少しリョウさんですね、今スパビズを出すタイミングをね遅らせてたんですね。それもしだったらちょっともう一回リプレイ、巻き戻してみてほしいんです。こうすることによって爆破ダメージにスーパーウィザードがなるべく巻き込まれないようにしていくっていうね、テクニック、まあ、さらにスーパーウィザードが変な方向それじゃ困るので、しっかり出すタイミングっていうのを測った、まあ、この2つによって、その一瞬のね、ワンテンポ遅らせてのスーパーウィザード投入というのをやったんじゃないかなというふうに思います。いや、 やっぱね、ペッカスパビズっていう形は、ほんと14でも、陸編成する人は全然使うし、今、日本の、ローカルランキングトップ圏内にいる宇治抹茶さん、モターホール14でこのペッカスパビズを使っているので、まあ、それをね、ほぼほぼ同じ威力で移植できる13において強いのは、まあ、言うまでもないし、12においても、形は13と同じ形でいいので、まあ、そこういう意味では、長く使える陸編成戦術として、ぜひね、早くから覚えておくべきアタックなのかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日はタウンホール12と13のペッカスパビズ中華式、これに関して、ね、お話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。結構ね、参考になるポイント多かったんじゃないかなというふうに思うんですけども、こんな形で私のチャンネルタウンホール12から14まで幅広くですね、クラン対戦の解説やっておりますので、ぜひ今後もご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思いますし、この動画もいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。というところで、最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。